お絵かきをしていきたいと思います。なんで今日お絵かきかというとですね、そうです、すっぴんです。そうなんで今日お絵かきかというと、昨日ママとお絵かきをしていて、なんかティッシュ箱にね絵を描いてたんです。で、まあ、ちょっとだけ絵が上手くなったかなと思うので、今日は絵を描いていきたいと思いますはい、みんなのリクエストにお答えします。何でも言ってください。描いてほしいもの、ハートありがとうございます。そう、実はここにニキビができました。あんまり見えないけど、こんなに大きいスケッチブックに描いていくよクイズの絵はたまに難問、あ、さっきね、なんか描いてました、今日のクイズの絵そう、描いてた。何にするかな、あ、ドラえもんとか自画像。 NCT 劇場ってさ、普通に絵上手い人でもむずくない？ティッシュの箱にママと一緒にお絵描き、なんて平和なそう、昨日やってたんです。じゃあ、まあ、じゃあドラえもんを描いていきたいと思います。さっきコメントにあったので。そう、昨日は突然絵を、なんかね、ママユウの絵をねバカにするんです。なんかドラえもんはでも描ける。なんでかっていうと、絵描き歌を知っているからです。でもちょっと難しいかも。意外と体も描きますか？体も描こうか。あ、ドラえもんのもんってさ、ひらがなだよね。はい、じゃーん、ドラえもん。ちょっと長細くなっちゃったんですけど、まあちょっとこれは多めに見ていただいてこれはね、うん、ちょっとさすがにドラえもんは描けますふふふ、細いって言わないのまあちょっとそこは気にしないでいきましょう。野菜じゃに前、あ、よかった。じゃあ、なんだろう、昨日はママとドラえもんじゃなくて、なんだっけ、キティちゃんとかスティッチとか、あ、これはちょっとディズニーだから、キティちゃんとかスヌーピーとか、あとなんだろう、いっぱいいろいろ描きましたね。のび太くん、のび太くんは描けるかな。のび太くんはあんまり描いたことないです。あ、マジでわからない、のび太くん。うわ、むずくない、のび太くん。あ、意外とうまいかも。あ、うまいかも。あ、待って、はい、じゃーん待って、なんかちょっと頭はよくわかんないんですけど、まあ描けましたなんとか
まあ似てるっちゃ似てるちょっとのび太くんはあんまり描いたことないのでわからないんですけど、まあでもこんな感じかなっていう感じですね。はい、目？目ってこんな感じじゃなかったっけ。まるおくん？まるおくんってちびまる子ちゃんのまるおくんか。やば。あ、バラありがとうございます。え、でもちょっとぽくないですかね。まあまあまあ、これはまあまだ最初の方なんで多めに見ていただいて。なんだろう、何があるかな。コロスケ、コロスケわかんないんだよね。チーバくん、チーバくんはわかるんだけどわからない、わかんないな。ジャムおじさん、あ、私ジャムおじさんは保育園の時にたくさん描いたことあります。ジャムおじさんってどういう感じだっけ。でもアンパンマンと似てるんだよね。アンパンマンにひげ生えたみたいな感じだよね。あ、髪の毛生えてたよ。洋服かけなかった、洋服が分からなかった。はい、洋服がかけなかったジャムおじさん似てるね。まあまあ、誰とか言わないのジャムおじさん似てる？似てるね。あ、わかる。あ、嬉しい。あ、スカート履いてるじゃない、違う、これエプロンを履こうと思ったんですけど履けなかったっていう。マリオ、マリオ描いて、マリオ、あ、マリオはあんまり描いたことないんですけど描けます。帽子は多分こういう感じだったと思うんだよね。でも頭のところに M があるのが覚えてて、マリオってどういう感じだったかな。もしゃもしゃ頭鼻はめっちゃでかかった記憶。マリオマジでわからない。ヒゲ生えてて、えわ、マジでわかんない。耳あるよね。あ、イケてる気がします。なんとなく。あ、ごめんなさい。はい、じゃーん、マリオ、マリオは俺がオーバーオール着た感じだよ待って、それはちょっと難しいよ。ヨッシーもお願い。あ、ヨッシー、ヨッシーもじゃあ隣に描きますね。そうすればこれか。あ、やばい、ヨッシー描いたことないな。みんな描いたことないのたくさん要望してきますね。まあなんとなく私マリオのゲーム好きなので、なんとなくで。あ、ヨッシーってなんか頭なんかついてるっけ。やば、待って、これはマジで壊滅的かもしれない。待って、あ、お腹がしましまだった気がする。これはやばいかも。
あーテレサは結構簡単かもしれない。ちょっとヨッシーわかんない、見たことあるけど。めっちゃヨッシー、ヨッシーの私水色が好きだけど、あのわかんない。ちょっとわからない。ヨッシーとマリオ。なになに、ちょっとマジでわからない。あ、ダルマありがとうございます。クリボーとかあったね。あ、じゃあちょっとなんかマリオのキャラクター描いて。あ、ごめんなさい、すごい興味つける。マリオのキャラクター描いていきますね。クリボーは描ける。クリボーも結構好きですよ。目がつってる気がする。クリボーって花あったっけ。花、花、花あったかな、わかんないや。まあ書いておきます、口だけ。あ、待って、ゆっくり棒の顔わかる。クリボー、クリボーってクリボー、クリボー、そう、敵です、敵、クリボー。めっちゃ似てない、うまくない。あ、めっちゃうまいよね。これはうまくない？まあ、ちょっとこの格差が結構激しいですけど。これは何かわかる？まあまあちょっとあんまり気にしないで。何？あとなんだろうね、マリオのキャラクターだと。のこのことか。のこのこ、え、のこのこってどういうことだっけ、やめとこうかな。のこのこ、あ、クッパ、あ、クッパね。はーい、クッパとかむずくない。やばい、マジでクッパわかんないわ。でも甲羅がトゲトゲなのはめっちゃ覚えてて。やばい、待って、クッパってマジで、あ、お腹にシマシマついてますよね。でもやばい、わかんない、クッパ。え、ちょっとクッパマジでわかんない。ハートありがとうございます。ちょ、クッパマジでわかんない、クッパ。と思い出せるけど、わかんない、思い出せない。細い細いね。クッパはちょっと本当にマジでわからなかった。細い、細いとか言わないの。細いとか言う、弱そうとか言わない。あー、ピノキオ、ピノキオか、ピノキオを描きます、ね、ピノキオ、ピノキオ、やばい、ピノキオか、ピノキオか。ピノキオの丸って何個あったかな。あ、キノピオか、キノピオじゃないわ、キノピオか。ハートありがとうございます。あ、キノピオだった、キノキオって書いちゃった。キノピオ、ピノキオは鼻が長い方か。じゃーん、キノピオ似てない、めっちゃ。キノピオ、うん。よき、本当に思って、あーとか、いいね、いい感じ、いいね。うまいかも。もういいよ、もういいや。頑張ったとか言って言われてる。へー、
クンフラワー、あ、パクンフラワーね。パクンフラワーは知ってます。戦ったことあります。パクンフラワーは目がないからすごく描きやすいです。土管描いたくね、一緒に。え、めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまくない、めっちゃうまくないですか、やばくない、めっちゃうまくない、やば、え、うまくない、え、今日一うまくない、え、うまいよね、え、うまい、うまい、うわ、うまいわ、うまいわ、うわ、うまいわ。そう、ユウ、唇ユウと似てるんですよそう、唇似てるの、ユウとだから描きました。いや、うまいわ、うまいわ、いや、うまいわ、ちょっと今日一うまくない、見て今日の絵描き、今日一上手ですね。なんかあったよね、葉っぱか、葉っぱを描いたらなんかちょっと 変なになりました。まあまあまあいい感じですね。月相ってあのイカ、なんか頭の上通るとビヨーンってなるやつあれですか。私あのイカめっちゃ嫌いです。なんかさ、水中の中でさ、やり合ってあるじゃないですか、あれでさ出てくるじゃん、すごくやだね。あと子連れいるよね、たまにすごい嫌いあのイカ。まあ、ゲストは多分イカを描けばいい感じなんで。あの人も確か口ないですよね。え、そう、動きが本当に嫌だよね、すごい嫌い。何本足あるのかな、イカって何本だっけ。12本だっけ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。ゲッソー、あれゲッソーって名前なんだね。あ、ヘイホーも知ってますよ。はい、じゃーん。まあこれはちょっとシンプルすぎてよくわからない。あ、10本、あ、12本も書いちゃった。あはは、まあちょっと気のせいです。あまり気にしないことをお勧めします。みんななんでそんなキャラクターの名前わかるの、マジでウケるあー、どういう感じ。いや、クッパは見ないでいいですよ、クッパは見ないでって。うん、まあちょっと足が多いことはまああんまり気にしないで。あー、キラーはわかるよ、キラーも嫌いだね。ドスもわかる、ドスン、ドスンもか、わかる。ドスンはマリカーの時にすごく嫌です、邪魔、通ろうとした時に落ちてくる、すごくムカつく、ドスンね。あれ、あれドスンか、バタン、バタン、ドスンか、ドスンか、うわ、ドスンだかわかんないな。ドスン、そう、ぺったんこにされちゃうから、はい、ドスン。なんかちょっとクリボーに似てるかも。え、バッタン、わかんない、バタバタバッタン、バッタンは倒れてくるやつです、ドスンは落ちてくるやつだけどね、似てる。あ、うまい、あ、嬉しい、うん、うまい、やっぱめっちゃうまいって、いや、嬉しいわあとなんだろうね、なんかさっきピーチ姫描いてってきてたんですけど、ちょっと無視してたんですよね描けないから。まあちょっとじゃあピーチ姫一応ね、念のため描いておきますね。でもマジであの補修はしないですから、ピーチ姫描くのはいいですけど。
そもさ目が描けないもんね。ハテナブロック、ハテナブロックは描けるくない？これはマジでやばい。マリオ、ちょっと待って、人間やめよ、人間。最近覚えました、この唇。あの妹にこの唇いいって聞いたらいいねって言われたので最近この唇を描くようにしました。助けたくない。なんで、なんでですか、おじさんじゃないよ。ひどい、唇が言うじゃん。いや最近唇、この唇は好きです。ほらね、だから私ピーチをずっと無視してきたんですけど、やっぱりマリオのキャラクターを描くには通らなきゃいけない道かなと思い、ゆうちゃんに似てねって、待って、それはちょっと褒めてないですよ。だいぶ私なんか嫌いされてるなんか気がするなと。何ですか、ゆうちゃん、はい、あ、パジャマかわいい、ありがとうございます。いや人はダメ、人、人間系は無理、ガンダムは分からないです。いやなんかちょっとしか見たことないから。褒めてはいないですって正直だな。あ、カメックって、カメックってヒャー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 って笑う人、あの人帽子かぶってるよね、なんか。やば、カメック全く分からん。でも妖精みたいな人だよね、こうなんかステッキみたいな持ってて。いや、やばい、分からん、カメック、カメックはあんまり分からん。こんな感じ。あ、ジュゲム、私ジュゲムのあれ雲に乗るのが好きです。初めてゆうちゃんとお話できるが楽しみです。ありがとうございます、そんな素敵なことを言っていただいてるのに、こんな絵をお届けしてしまってすいません。健康第一、ありがとうございます。ちょっとカメックはあんまりわからなかった。花子、花子って何？花ちゃんならわかるけど、花子っていうのある？ワリオ、あ、人間系はやめましょう。人間系はちょっとマジでむずい。なんだろう、何？クッキー？クッキー？花ちゃん、あ、テレサ、あ、テレサはきっと描ける。テレサは簡単な気がします。やばい、テレサは丸だよね。いや待って、分からん。でもテレサめちゃくちゃ空いてる気がする。テレサ、まあまあ似てますね、テレサ。トトロ、トトロは昨日書いてなんかママに散々笑われたんですよね。トトロ書きます？え、正面じゃないの？なになになに、え、わかる、口が特徴ですよね。クッキーはぐるぐる回っ
で光ってる玉みたいなやつ。一回マリオやめて。トトロは本当に気になる。でもマジで、なんだっけな、あ、やば、目の位置間違えた。まあ、いいか。でも昨日、ヒゲがあるということをママに教えてもらったので、あとお腹が丸いということ、あと手には爪が入っているということ、トトロです。どうですか、どうですか。待って、あ、マクロクロスケは言うめっちゃ得意です。足長い。なんで目がいっちゃってるって言ったのね。目は間違えたの、目は間違えたんですよ。え、何書いてって今言ったっけ、何書くって今言ったっけ。あ、マクロクラスキーね。マクロクラスキーはマジで得意すぎる。一回マクロクラスキーどっかで書いた記憶がある。だってマクロクラスキーは 目とこう黒いもじゃもじゃを書けばいいだけなんて、マジで余裕です。はい、マクロクロスケ、これはね、マジでうまい、うますぎるね、これはわかるでしょ。シナモロールかける、かけます、かけます。あ、うまいよね、やっぱりこれはね、さすがにね、シナモロールかけるよ。あまり書いたことないけど、やば、助けて、書けるかな、あ、やば、あ、わからない、あ、鼻あるっけ、シナモン、あ、やばい、もうわかんないよ、ダメだ、シナモンダメだ、ちょっとシナモンダメだった、ごめん、シナモンちょっとダメだった、これごめんなさい、ごめんなさい、サンリオの皆さんごめんなさい。あ、ムーミン、待って、ムーミン書いてことある、ムーミン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 書きます、ムーミンいきます、ムーミンは書けます。私は一度書いたことがありましてですね、ムーミン、ムーミン、うん、ムーミンは結構書いたことあります。はい、ムーミン。え、メタモンみたいになってる、シナモン、メタモンも可愛いからいいよね。似てない、バーバババ知ってるよ、バーバババ知ってる、でも今バーバモジャが好きです。バーバーババも書いてみる、バーバーババ、バーバーババ、ポニョ、あ、やばい、ポニョもきっと書けるかな、ポニョは書いたことあるかな、ポニョもじゃあ書いてみましょうか、
その次バー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 書きます。わやわ、わかんないわポニョ。ポニョ。意外と意外と意外と似てる。基本目がみんな同じだから。え、いやそんなことないでしょ。いやそんなこと、え、でもそんなことないですよ。ほら待って、そんなことあるんだ。いやちょっとそんなことないですよ。目が一緒とか言わないでください。一緒じゃないよきっとね。じゃあバーバーパパ書きますね。バーバーパパ、バーバーパパ、バーバーパパ、バーバーパパってさ手ないよね。バーバーパパって口あるっけ。バーバーパパってめっちゃ言いにくいですね。バーバーパパ、え、待って、バーバーパパってどういう感じで聞かせる。バーバーパパ、待って、米みたいとか豆かな。親指って、ただの豆。豆じゃない、豆じゃないから。米粒マンって何。スヌーピー、スヌーピーは私結構でもママが書いてたりするから意外と得意だったりはします。スヌーピーあ、もう埋まっちゃった。はい、スヌーピー。似てる。あ、いいね。あ、嬉しい。スヌーピーは似てます。うまい。誰が一番好きですか皆さん。あ、スクショタイムです、どうぞ。どれが推しですか。推しメンどれですか。推しメンクッパ、何、シナモン、クッパ&ピーチ、シナモン、のび太、あー、シナモン、ピーチ、ヨッシー、あ、ゆうちゃん、シナモン、あ、なんかシナモンすごい人気。あ、クッパも、クッパとシナモンめっちゃ人気なんだけど。あ、のび太くんも。シナモンとクッパがめっちゃ人気の人、あ、そんなに好きですか。クッパとシナモン。ユウの気に入りは、でもちょっと一番よく分かんなかったヨッシーですね。これはちょっと結構よく分かんなかった。ヨッシーはでもちゃんと見れば全部書けますよ、しっかり。何？本当目が同じだね。え、そうかな。どうかな。似てます。目が同じ、目が同じ、目は
同じかな、そうかな。あ、え、画力がありそうっていうのはこれ、え、嬉しい。そう、私結構絵うまいんですよ。ありがとうございます、嬉しいな。そう、でも結構笑われることが多いです、私の絵を見た人。ツイッター載せても大丈夫です、全然。可愛い、ありがとうございます。シナモン何度見ても服吹かないでしょ。でもこれはなんかちょっとさね、本当にこれはでもちょっと本当にサンリオの皆様にごめんなさいということを伝えたいと思います。佳作佳作取れそうかな、どうですか。うまいからおもろい。あ、え、ありがとうございます。バカにしてるのと思いました。この髪欲しい、この髪、あ、今度カラーで描いてほしい。確かにね。あ、これ色塗ったらどうなるんだろうね。いて、あ、えっと、危な。Tシャツになったら買います。本当そんなに価値ありますかこれ、嬉しい。結構絵うまいのかな。ありがとうございます、嬉しいな。みんなが褒めてくれると自信がつきます。ね、 T シャツにできたらいいけど、まあちょっと著作権すごそう。メロディー、メロディーなんてめっちゃ得意ですよ。メロディーじゃあちょっとこのてっぺんに書いておきますね。メロディーはだって U のキャラクターだから、さすがにメロディー、さすがにね。ほら、これは U のキャラクターです。メロディー、 U が作ったキャラクター。これはね、そう、さすがにね、私が作ったものなので。あ、カビゴンね、私カビゴン昨日ママに書いてなんか相当笑われた記憶があるんですけど、カビゴンはですね、カビゴン、よし、そう、オリジナルなんですよ、メロディー、カビゴン。でも似てるよね、めっちゃ似てない？あ、そこ、いや今パジャマ、そうなんです、カビゴン、カビゴン。あ、似てる、あ、嬉しい。まあ似てますよね。そう、でもこれ昨日なんかママにめっちゃ相当バカにされました。そう、まあ似てますよね、私毎日見てるんですもん。そう、カビゴンはね、一緒に寝てます。一緒に寝てるというか、まあ、あります。メロディーって何色？メロディーはね、なんか中の色はないんですけど緑ですね、外枠が緑にしてる。ファン
の人は優しいですね。どういう意味ですか。そうですよ、結構キャラを痩せ、キャラを痩せさせるね。そうかな、あ、でもそうかも、これはそうかもしれない。痩せましたね、クッパ。でもそれ以外はそうでもなくない？今日結構書いたね。でもキティちゃん書いて、キティちゃんか、キティちゃんもな、なんか昨日書いてママに相当笑われたんですよ。ティーチャー、まあこれはね、書けるよね。たくさん書いた。クッパ好き、え、ありがとうございます。好きなんて言ってくれた。何ですか、何か文句ありますか。あ、リボン、あ、そうだリボン、あ、そうだ、だからか、何か違和感があるなと思ってたんですよ、ね、リボンか、そっかそっか、リボンだ、何か違和感あるなと思ったんですよ。クッパよりクリボン強そう。いや確かにこれ絶対ボスじゃないよ、こっちの方がボス感あるよね。これはボスじゃないです、これはこれはね。口はないよ、キティちゃんって口ないよ確か。おー、リラックマはでもじゃあ、ちっちゃい時に結構たくさん書いていました。なんか意外と上手に描けるかもしれない、かもしれないですよ。リラックマの中身はおじさんらしいです。はい、リラックマ、え、おいし、あ、うまくない、おいしくないって言っちゃった。うまくないですか。ね、うまいよね。これはちょっとうまい。いや、うまいな。うまいね。うまいよね。いや、うまいわ。これはうまいわ。いや、うまい、うまい。いや、これはね、わかる。いや、ぐでたま、はあ、ぐでたまね、ぐでたまね、はいはい、ぐでたま書いたことないな。いや、ぐでたま初めて書きました。ぐでたま、ぐでたまはなんかなかなか書いたことないです。え、うまい、ありがとう、ありがとう、嬉しいよ。あ、いい、いい感じ、本当に、よかった、なんだ、よし、いい感じ。プーさん、カレーパーマン、ミッフィー、カピバラ、プーさん、プーさん、プーさんか、プーさん、あ、いや、プーさん、プーさんってどんな感じだっけ。
プーソン、あプーソンプーソン、プーソンわからない。プーさんちょっとわかんない。プーさんはわかりませんでした。プーさん、カレーパンマン？カレーパンマン？カレーパンマン？カレーパンマンはちょっと難しいですね。書いたことあります。ちょっと難しい。カレーパンマンはでもなかなか難しいけど書いたことあります。カレーパンマン、似てる。あ嬉しい。そうプーさんはねなかなか出てこないですね頭に。あいいね似てるね。そういい感じ。ミッフィーね、ミッフィーも昨日ママと書きましたけど、ミッフィー、ミッフィーだよ、ミッフィー。ミッフィーはね、さすがにわかる。それはね、わかります。カピバラ？カピバラなんて、書いたことないですね。カピバラ、むずいな。カピバラは、どういう感じですか？ヒゲ生えてる。いやむずいな。カピバラなんか違うな、なんか違うな、違うな、なんかカピバラなんか違うな、なんかなんだろう。あとありがとうございます。え、なんだろうこれ、これ何ですかね、これね、何だろうね、まあ、ちょっとまあ一応自分の中ではカピバラですね、まあカピバラですね。あとは何があったカピバラですよ一応。え、クリリンなんて、私クリリンって何ですか？わかんない。ピッコロならわかるけど、クリリンはわからない。ピッコロしかわかんない。緑の人。ドラゴンボールね。クリリンわからない。クリリン、私ドラゴンボール見たことなくて、悟空とかご飯だっけとか。ピッコロとか、あとおじいちゃんとか、あとは女の方とかしかわからない。フリーザ、フリーザは紫と白の人ですかね。ベジータ、あそれがベジータかな、わかんない、ちょっとわかんないな、わかんないな、うん、わかんないですね。あ、ミニオン、ミニオンを書いて、あ、いて、ミニオンは書いたことあります。余裕そう、ミニオンは。メガネをしてるんですよ。メガネ、ゴーグルか、ゴーグルをしてて、頭はねちょっとしか髪の毛ないです。まあちょっとミニオン似てます。
ミニオン似てます。はい、今日はアイスを食べたのでミニオン似ています。ミニオンは余裕だね。まあ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 。あー、これはね、が小学校の時に缶の筆箱を使ってたんですけど、それに書いたことあります。何ですか？似てるでしょ。嬉しい。似てる。ピカチュウ。キャラじゃないけど愛犬のココちゃんとかける。じゃあちょっとピカチュウを描きますね。先にピカチュウは耳の先が黒いです。いやー、待って、ピカチュウってヒゲ生えてるよ。やば、待って、ピカチュウ、他のピカチュウ、分からん、むずい、ピカチュウ、ちょっとごめんなさい、ピカチュウは分かりませんでした。耳の先が黒いことしか分かりませんでした。もうダメだダメだダメだ。あいこちゃん行くね。あのうちの犬です、愛犬。こちゃんはなんか失敗した、やば。こちゃんはね、なんか失礼っぽいんですよね。やば、体描こうと思ったのに描けなかった。クリボーが邪魔してます。かけました。どこ行った、あれ、あ、いたいた、ココちゃん。ココちゃんはね、体がないと似てないですね。体があったらまあまあ似てるんですけど、そう、ココちゃんはキツネっぽいからちょっとあのキツネ感を出しました。似てないですか、ココちゃん。ちょっとそろそろ髪が埋まってしまいました。今日の絵です、スクショタイム。イエーイ、ピースピースイエーイ。あ、いっぱい描きましたね。そう、もうそろそろ時間だから、ここら辺でね終了したいと思います。これこれはなんかどうしよう、なんかね、 T シャツにしたらめっちゃ可愛いね。確かに抽選で1名様に、いります。じゃあこちらまで、抽選じゃなくて応募はこちらまでお願いします。こちらでお願いします。はい。結構書きましたね。まあでもちょっとドラえもんとか最初の登場人物を結構書きすぎたことが難点でしたね。はい、だけど他はまあいい感じでしたね。はい、私の一生のお気に入りはこちらの肩という感じで。ツイッターのヘッドにした、あ、どうぞどうぞ。はい、ということでちょっとそろそろねお時間なので、ワキワキ体操をやっていきたいと思います。いきます。はい、
ありがとうございます。それではキャッチフレーズもやっていきたいと思います。いきます。いないいないエクボ、私のエクボにユウもハマっちゃうぞ。ハマっちゃいました。ありがとうございます。イエーイ、皆さん今日もありがとうございました。今日から月曜日ですけど、皆さんお疲れ様です。明日は火曜日ということで、明日からもっともっと頑張っていきましょう。それではみんな今日もありがとうございました。愛してます。バイバイ。しっかりたくさん寝て疲れを取ってください。そして夜勤の方は頑張ってください。バイバーイ。またねー。